どうもシャペンです。今回は明日のモンストニュース予想を11月2日編ということで、10月中は10周年ニュースの赤色のロゴのモンストニュースとなっておりまして、様々なゲーム情報発表されていたんですけども、今回からいつも通りの緑色に戻ったんで、まあ一旦はちょっと普段のモンストに戻るんではないかなと思われます。まあこの動画もちょっと内容としてはニュース予想以外のことをまとめてるんでご注意くださいと。この動画では去年の今頃のモンストニュースを振り返りながら、明日のモンストニュースや何が発表されるかを考えていこうという動画でございます。ただこの動画話すことはあくまでも傾向からの予想なので、去年これが発表されたから明日これが発表されるかもしれないよという願望が詰まった動画でありますので、その辺ご理解していただけると幸いです。で、今回参考にしていくニュースもちょうど1年前の2022年11月2日のものを振り返りながら、何が発表されるか予想していきましょう。ご覧ください。予想の前にいくつか注意点がありまして、まずは間もなく期間終了となるものと、1個目がオーブバックチャレンジでありまして、11月に入ったのでオーブのカウント期間は終了しましたと。でホーム画面のアイコンを開くと最終的にバック対象オーブが出てると思うんですけども、あとはこちら側でやることといったら11月3日の15時59分までに予想を確定させるっていうことだけになりましたね。でこの予想を確定させなければもう何があってもオーブ0個になるんでご注意ください。逆に予想さえしたら1問も当たんなくても、まあ、最大の250個になってる人は25個は返ってきますからね。まあ、このホーム画面開いて左上のこのアイコンが予想済みになっていたら OK じゃないかなと思います。ただこれもう一個注意点がありまして、この実際にオーブがもらえるのは4日の朝4時ということで、お気づきの通りこのオーブを鳥獣審査に回すってことはできませんと。幸いにも結果を知ってから鳥獣引くこともできるんで、それに応じて鳥獣引くかどうかも決められますし、とりあえず言えることはもう予想の確定だけは絶対にしましょうと。で2つ目がリローラ姫でありまして、まあ降臨終了したんですけども、タイムシフトはまだあるんで、この10周年記念の報酬もありますし、最後の追い込みをかけてみてはいかがでしょうか。でそしてジョジョコラボの開催も明日までとなっておりまして、まあ、こちらもガチャの引き忘れや運極の作成し忘れで、あとジョジョコインの引き換えは、まあ、コラボ終了した後もちょっとありますけども、ギリッギリまでコイン集めるのもいいですね。であと地面4、50のかけら集め忘れもあるんで、今日はジョジョコラボのやり忘れがないか確認するってもいいんじゃないかなと思います。まあ、ということでこの辺はしっかりご確認くださいと。でさらに11月に入ったことによって新獣神力のクエスト更新されまして、これからおそらく新獣進化の環境が始まりだして、この新獣神力も大事になってくるんで集めていきたいんですけども、今回の難しい方のギミックはこのようになっておりまして、まあ、やってみたらそのパンデモニウムみたいなクエストでしたね。貫通キャラクターで制限処理した後にトンネル入って、めちゃくちゃループヒットしてる時に制限のドクロでパネルが起動して、でより走りまくるっていう。で登場するギミックはワープと転送壁で、まあ、貴族星への将来性枠パンロジミツリアリスアルファラインですね。まあ、ただ先月同様多属性も鉄製となっていたんで、ここでこの辺のキャラクターが消費されたわけではないんじゃないかなと思っております。まあ、ちなみにジョータローは2ヶ月連続で鉄製ですね。こちらの周回もコツコツやっていきましょう。でそしてここからようやく振り返り戻りまして、まずはチェンソーマンコラボ追加情報と、まあ、去年の今頃は11月に入った瞬間コラボ開催されて絶賛開催中って感じでしたけども、ここで発表されたのが超究極の岸辺の降臨ですね。でこのクエストをクリアするとマキマのグッジョブがもらえたんですけども、まあ、岸辺を入手することはできなかったっていう。まあ、なのでやる理由が、まあ、このマキマさんのグッジョブとまあミッションクリアするためぐらいだったんで、ミッション4超級とある程度難易度があってもおかしくないんじゃないかなと思っていたんですけども、まあ、実際やってみるとこのクエストの使用、まあ、受けたダメージに応じて攻撃力アップのギミックあるんですけども、まあ、それとチェンソーマンの相性抜群、まあ、チェンソーマンの SS でもめちゃくちゃダメージ食らって、その状態で攻撃を与えて、でしかも最後に回復するんで、完全にチェンソーマンが合致したクエストで、まあ、編成することできれば案外楽にクリアできましたね。まあ、他だとアベルとかクレパトも強かったですけども、なんならもうルナ編成してチェンソーマンを暴れさせるって戦法が一番良かった気がするということなんですけども、今年の11月の前半イベントは通常イベント、花コール北の極寒炭ということで明日から始まりました。まあ、昨日使ってみた動画投稿されたんで、まあ、ちょっと本当軽く事前考察だけやっておくと、ヒアシンスがエクスカリバーでスノードロップがまあヤクモとかをはじめとして、まあ、明確な相方が用意されてました。その相方も今活躍すごいですからね。でしかも純粋にサポート性能が高いんで、まあ、他のキャラクターとも組めそうですし、まあ、なんなら天魔鉄製ですからね。ヒアシンス天魔8、スノードロップ天魔7っていう、まあ、かなり評価はしやすいんではないでしょうかと。ただもう1体のクロッカスは現状優先して起用することは難しそうって、まあ、これよくありますよねイベントで、まあ、2人結構当たりキャラクターがいて1体は微妙っていう、まあ、何回かありまして、今のところそういう立ち位置な気がしてならないんですけども、一応この闇属性の3種ディミック対応にチェシャネコとかいるんで、まあ、希望はまだ残ってますね。そういうイベントとなっておりまして、まあ、今回も確定パックが販売されていると。4900円支払うことでどれか1体もらえて50個も購入できるよということで、まあ、これは、まあ、最近結構通常イベントも強くなってきてるんで毎回おすすめしてる感じがありますけど、パックだけ引いてこの50個は、まあ、違うイベントに使うって流れが一番いいんじゃないかなと思っております。毎回この時期になると考えるのは年末の振り返りガチャでありまして、まあ、開催は確定してないんですけども、今のところもし開催されたらこのようになりまして、まずは前半ですね。1月から6月に登場したキャラクターと、前半割と例年通りのキャラクターの数な印象
象ありますね。限定キャラ、アルファキャラも魅力的で、まあ、通常キャラクターもバランスよくいる感じなんですけども、後半はこのようになっておりまして、もうこれは毎度こうでもめちゃくちゃ少ないっていう対数が、逆を言ったらこの中に狙いがいる場合は引きやすいですからね。おそらく今年あと最低1回、下手したらまたクリスマスがコラボになる可能性もあるんで、まあすごい少ない対数で振り返りガチャ開催の可能性もありますし、まあもしかしたら新しいガチャに生まれ変わる可能性もありそうですね。でそして降臨キャラに関して星5制限のファダダスがトライアングルボムを持っていると。であと劇究極のエンプレスは、まあイラストもそうですけども性能も、ね、進化は砲撃型の全体力のレザーイエル、神化はキラーガンドの超強ランティナントウォールボムを友情ビットら放てるよっていうのが、その殲滅力に関してはもう超絶以上のキャラクターな感じがありますね。雑に強えっていう。であと今回のイベントでプリナラの登場も終了するんで、運極な作成をしつつこちらも忘れずにやっておきましょう。明日からです。でそして発表された重心化回が超飛、重力対応を獲得した主要3種のギミック対応セットでありまして、まあ、それにダッシュと超スピード型で、まあ、壁に多く触れやすい手数の多い壁ドン SS が自慢のキャラクターですね。シオに続いて回が発表されていたんで、まあ、これによっても壁ドン月間、2019年の3月に壁ドン持ちのキャラクターが一斉に重心化するっていう月間があったんですけども、まあ、それが再来したんだなーってのを確信しましたね。でその壁ドン勢の中だったら割と優秀な方だったんで、消費は回、まあ、でもある程度のスペックを獲得したなと思いましたね。さらに重心化も発表されまして、 K 進化と神化のいいところを合体した、まあ、いわゆる順当強化な重心化ですね。でちゃっかり神王封じも獲得しまして、まあ、期待通りアーティエットの特攻になったと。このキラーによってボスへの火力と SS のヒーリングオール展開で、特攻キャラクターのスノハナレンジローとも差別化をしておりまして、割ともうこの2人で完成されてる感じはありますね。後続の鉄製キャラクターには引けを取らないんじゃないかなと思います。でそして明日の重心化回予想、でもだいぶ2019年重心化実装でまだ回になってないキャラクターも減ってきましたね。でそしてさらに前回のニュースで桜木イブとフィンの重心化回が同時に発表されたということで、もしかしたらこれから重心化回のペースがさらに上がる可能性っていうのはありますね。なので一応今回も2体予想しておくと。で明日のニュースで2体発表だったらもうこれから恒例になりますからね。で属性としてはまあ水光あたりかなと思ってるんですけど、11月ってそういえばモーツァルトが回になってるんですよね、まあ、だからちょっとしれっとロレが来るっていう。ただ正直ここで発表されるとちょっと性能は抑えられそうですけども、まあ一旦ロレと、まあ、イブとフィンっていうその既存キャラクターの重心化と、まあ、新キャラクターの発表だったんで、まあ、今回も既存キャラ重心化だったローレライトを、まあ、新イベントで実装されていたシトリンで行こうかなと思います。あと前回驚きだったハロウィン2015組が回しないっていう。ですでにガチャ終了しているんで、まあ、発表するんだったら先週だったと思いますし、また来年ですかね。でさらに今回から新コーナー、次回の新重心化予想ということで、まあ、重心化回と一緒のペースだとしては、この月の頭に発表して月1ペースで実装していくんじゃないかなと思われます。で今のところ光属性、闇属性、水属性の新重心化が実装されているんで、まあ、この属性被りを防ぐべく、まあ、地属性か非属性が妥当ですね、まあ、一番古いキャラクターだとハンターキングなんですけども、一応、まあ、2020年回実装の、まあ、バルキリー、マーリン、ギムレットあたりも、まあ、候補にはなってそうですね。で非属性の古い順で言うと、なんとみんなこれ特別なキャラクターというか、限定キャラのアグナムート、アグナムート X、 モンフリで発表されたサナダ、フラパで発表された坂本龍馬っていう、みんな何かしらのタイミングで来てましたね。まあそれと今回の順番は関係ないと思いますけども、まあここはやっぱり一番ハンターキングが予想しやすいんではないかなと思いましたね。いやでもやっぱり気になることで言うと、まあ、既存キャラクターの新重心化と新キャラクターの重心化の、まあ、コストですよね。新キャラクターは50個なのに、この既存キャラクター、まあ、重心化回を経由しているキャラクターその10倍の500個新重心力が必要っていう、まあ、そうなってくると今のところね、この既存キャラクターの新重心化、まあ、性能的にもそんな優先してする必要はないんじゃないかと思っちゃいますよね。まあ、実装されたばっかりなので手こ入れもまだしなそうですし、これは今のところ新重心化の一番の疑問かもしれないですね。まあ、とりあえずはまた次の新重心化の発表を待ちたいなと思います。まあ、一応ハンターキングで、はい、ということで明日のモンストの様子は、まあ、一旦落ち着く機会になるかと思いきや、まあ、普通に週末にフォーサーも来ますし、まあ、このままの勢いで年末年始に突入するんではないかなと思われます。楽しんでいきましょう。よかったらコメント欄から皆さんの予想、妄想、感想をどんどん書きください。あと次にチャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーション伝わりますんで、よろしくお願いします。今回もぜひではご視聴ありがとうございました。さよならキング。